仙台市太白区の中田小学校で行われた出前授業には3年生83人が参加しました。高齢者役の児童が身につけたのは視野が狭くなるゴーグルや関節を動かしづらくするサポーターなどの体験キットです。介助役の児童が声をかけながら2人1組で歩きました。段差がありますよ。児童たちは小さな段差にも苦労する高齢者の大変さや介護の大切さを実感していました。高齢者の人は大変なんだなと思いました。段差がありますよとかカラーコンがあるので避けてくださいとか言いたいです。実際本当に人の生活や命を支える仕事なので、まあ、そういういい仕事があるんだなって今回で知ってもらえたかなと思っております。この出前授業は福祉の仕事について学んでもらおうと仙台市と市内の介護団体で作る実行委員会が毎年企画していて、今日は車椅子の体験乗車も行われました。真ん中あたりで